それではまずはホームのファジアーノ岡山のスターティングメンバーです。こちら前節から2人メンバー入れ替えています。ゴールキーパー梅田、ディフェンス4バック右から川野、井上、阿部隆、宮崎智彦、ダブルボランチ今日はパウリーノと石毛がコンビを組みます。右が木村、そして左が徳本、ツートップ山本と上城を予想しています。サブのメンバーはご覧の通りです。一方のアルビレックス新潟、こちらは5人メンバーを入れ替えています。ゴールキーパー阿部浩人、ディフェンス4バック田上、千葉和彦、早川に堀米、ダブルボランチ今日はゴンサロ・ゴンザレス、そして甲がコンビを組みます。2列目水戸、高木、そして島袋和義、ワントップ谷口海斗を予想します。サブのメンバーはご覧の通りです。今日の試合初めてのコーナーキック、キッカー14アシスト高木義明。さあ島袋が入ってきましたけど、ヘディングシュート、ナイスキーパー、中サイドネットです。早川ですかね、谷口かね、かね、ここも、あ、早川千葉選手ですね、千葉ですね、はい、後ろから飛び込んできました千葉和彦、よく止めました梅田。この部分でも無理には前に蹴らないですからね。そうですね、まあ、千葉選手も今も、ね、早めに、はい、あの逃げ道のように引いて、ね、サイドを変えれるようにというところでしたけど、さあいい位置で受けた上城、上城間、さあ木村隆也、木村隆也、木村隆也のアイスブロック、ここはいい守備でした。まあ、しっかり高い位置で奪いましたね。ショートカウンターつなげてっていうところでしたが、まあ、ここもそうですね、上城選手が内側から行くことで、まあ、同サイドに入って、はい、まあ、この辺りは有馬健二監督も試合前に話をしていた、相手の嫌がることをやっていこうという裏への抜け出し、さあ上城にボールが出たか、さあ右サイド、さあ山本から上城、崩して先制点はファジアーノ岡山、決めました上城佐々木、今シーズン11ゴール目。カウンターから流れるようなパスワーク、決め切って岡山先制です。奪ってからこのボールがね、縦パス入ったことで、この瞬間のね、上城選手の走り出しが良くて、多分早川選手、上城選手に通らなかったので一瞬安心したんですね、まあ、そこを見逃さずに、まあ、そのまま上城選手中に走り続けて、このここもダイレクトっていうのが効きましたね。そうですね、まあ、ワンコントロールしてれば中がね、準備できてたと思うんですけれども、はい、高見パス、高木義明仕掛けていく、もう一度下げていきます、入れてきた谷口、惜しいシーンでした。面白いボール入れましたね、はい、一方の新潟もこうして繋いでいきながらも、いい縦パスが入りました。高木義明から右、水戸俊介、中入ってきた、左足グッター、外に入るのではなく真ん中で高木選手が岡山のディフェンスの中盤のラインを越えたところで受けれたので、はい、中央に位置するのが島田です。早川縦に出た、谷口海斗左の込みを使う、高木義明に入る、前は向かせないが谷口が来た、谷口シュート、決め切りました、同点、最後ドリブルこらえて決め切ったのは谷口海斗です。今シーズン13ゴール目、まあ、まずここいいボール入りましたよね、はい、この後まあ、少し当たったところを中に、まあ、ここでかなと思いましたけれど、そうでしたね、あとは最終的にファーじゃなくね、はい、ニアに打ったっていうところで梅田選手もね、ちょっと、まあ、ディフェンスがそっちにいたので、まあ、重心がファーサイドに偏っていたところで、まあ、でも谷口選手のね、はい、見事なシュートでしたね。石毛のパス、インターセプトです。柴和彦カウンター、小見が行く、小見オーター、高見選手よく出ますね、はい、小見が狙った、キーパー正面です、まあ、悪くない選択だと思いますけれども、はいはい、左サイド低いボール入れてきました、セカンドボール大本左足狙ってきました。まあ、本当もう一歩のところ気を利かしたプレーだったり、はい、もう一歩頑張れるかって出てこれるか、枚数を増やせるかどうかっていうのは両チームともね、はい、重要ですよね。右のサイド使う、中に入れてきた川本、いい形でチャンスを作っていきました川本、ま
まあ、マルロス選手はキープ力が、ね、はい、あるの で、 そうです、ね、まあ、中央で流れるというよりは、ね、中央で起点になって、はい、まあ、川本選手は自由にちょっと動き回ってという感じですね、機動力もありますので、あ、ワタチさん、うまくつないでいく、大本が行く、大本が行く、大本、大本パス、つながらず、もう一度大本、左足巻いてきた、中高木義明いたんですけれども、ここで試合終了の笛、1対1引き分け。